全国の球児たちの憧れ甲子園大会、今日の戦いが今年のラストゲームになります。泣いても笑ってもここで頂点のチームが決まります。育成か関の浦か、白球のドラマが今幕を開けます。これから8回関の浦の攻撃です。ピッチャーが変わります。バッターボックスは6番金井。今日はまだ当たりがありません。育成ビハインドで迎える8回、インサイド落ちました。これはどうか、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。金井、これが今日の8、しっかり捉えた、破っていく、センター前、センター前ヒット、これでマルチヒット。さあ、そしてバッターボックスには荒川入ります。インサイド、フェアだ、抜けていった。ファーストランナーセカンドキャンバスを蹴った。サードランナーがホームに帰ってきました。5対1。さあ、打席には先発の武田入っています。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。引っ張った、ファーストが前に来る、戦国アウト、ワンアウトです。アウトの間に打順はトップに帰って今野、先ほどの打席でヒットを放っています。今日は先発全員にヒットが出ています。2球目打ちました。これはショートライナー。2番バッター本田、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。2アウトになっています。外低め、すぐに追い込みました。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。関の浦2点を追加しています。6対1、関の浦リードが8回の裏、育成打順よく1番から始まります。バッターは平、
今日はまだ当たりがありません。育成、点差が離されて8回の攻撃を迎えます。2球目打ちました。本田抑えてワンアウト。バッターボックスは2番千石。今日はまだ当たりがありません。武田、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目打ちました。ライト線を深っ端と破るヒットになりました。1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。千石ヒットが出ました。ワンアウトランナー2塁となりました。さあまず1球目切れました。ファウルボール。またファウル。次が3球目。打った、大きな打球になった。レフトバックする、入りました。ホームラン、ツーランホームランが出ました。卓球高々と舞い上がり、甲子園のスタンドに消えていきました。育成追い上げます。6対3、鮮やかなホームランを見せてくれました。打席には4番バッター古川。育成ホームランで得点を挙げています。初球ボール。ワンボールワンストライクです。切りました。ファールボールです。ストレート外れました。高めのボール、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。打順は5番宇和島。今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。バッター、打球はライトへ、ここはフライになっています。ライトが取りました。ツーアウトです。バッターボックス井原、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ツーアウト、引っ張った、ファーストを取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。育成、点差を縮めていきます。9回の表、関の裏、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。交換、バッター引っ張った、これはどうだ、グラブが届いた、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。打順は4番細川、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。2球目決まっています。バットに当たりません。三振。バッターボックスには5番西尾、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ツーアウトランナーありません。打ちました、これはどうか、取りました、一塁アウト、スリーアウトです。関の浦三者凡退です。9回のバッターは三木本、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。育成、ビハインドで迎える最終回です。引っ張った、あっと強い当たり弾いた、ボールを拾ってアウト、ワンアウト。8番バッター石田、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。切れました、ファールボール。ワンストライクです。フェンス直撃、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。石田。バッターボックスには代打の田辺。ストレート打っていった、ファールか、わずかに右に切りました。ファールボール。ノーボールワンストライクです。あっと入らない。3球目は何で来るか、インコース低めの球、ワンボールツーストライクです。ファウルになります。ファウルです。ストレート打っていった、これは大きな打球、ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った、
ボールは中継、セカンドランナーホームイン、6対4になりました。なおもチャンスが続きます。打順は1番に帰ります。バッター平、育成、この回1点を返しています。さあ2点を追いかけ、なおも点差を縮めて2塁タッチもセーフ。まずは見送ります。ワンボール、低めの変化球空振り、これが3球目。変化球にバットが空を切ります。ワンボールツーストライクです。いい当たり、スタンドファウルボール、外へ持っていきましたが入りません。打ち上げた、ファールゾーン切れそうです。切れました、ファウルボール。左中間へ、さあいいところに飛んでいる、この打球は落ちるか、どうだ、レフトフライ、抑えてアウト。2アウトランナー2塁となりました。さあそして打席には仙石入っています。さあ2アウトながらタッチもセーフ。最初は変化球できました。2球目は何で来るか、外のボール打った、落ちた、ヒットになる、2塁ランナー3塁も回った、セカンドランナーホームイン、6対5になりました。バッターボックスは3番、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。育成、点差を縮めてきました。いい当たり、ぐんぐん伸びる、入った、サヨナラ、逆転サヨナラツーランホームラン、試合を決める劇的な一発となりました。チームメートに囲まれ今ホームイン、なんという劇的な幕切れ。育成高校がついに悲願を達成しました。見事な優勝です。さあそれでは喜びの育成高校、校歌斉唱です。喜びの校歌が甲子園球場に響き渡りました。おめでとう育成高校、夏の甲子園大会決勝戦、優勝は育成高校です。Yeah.